オードナンス ML3 インチ迫撃砲を使用するイギリス兵。ビルマにてオードナンス ML3 インチ迫撃砲を使用するカナダ兵。オードナンス ML3 インチ迫撃砲とは第二次世界大戦時のイギリス軍の標準的な中迫撃砲である。ML3 インチ迫撃砲は第一次世界大戦で使用されたストークス3インチ迫撃砲の後継として1920年代。 後半に正式採用された。口径は3インチと表記されているが、実際の口径は3.18インチであり、形状は一般的なストークス型迫撃砲であるが、射程は2倍以上となる1463メートルにまで延伸されている。さらに、第二次世界大戦序盤のフランスや北アフリカにおける戦いで、 ドイツ軍の 8cmGRW34 よりも射程が短かったために苦戦を強いられた反省から新たに設計された方針を装備し射程を 2560m にまで延伸したマーク2が開発された。ML3 インチ迫撃砲は第二次世界大戦後も朝鮮戦争や第二次中東戦争などで使用され、1960年代後半からは 新型の L16 迫撃砲に更新されて退役した。諸原性能砲弾、創薬、ありがとうございます。